おはようございます。よろしくお願いします。昨日飲み会ですごくアカデミックな議論が出て、こんなの初めてですねって皆川さんと話したんですけど、それに代わって授業中はあまり皆さん発言がないくてつまんないので、みんなもっと隣と相談したりとか、あるいは質問したりして、私も用意してきたのは全部終わらなくてよくて、ウェブサイトを見て後からできるようになってるから、むしろ皆さんと意見を出し合ってですね、脳を活性化させていった方がはるかに私たちにとっていいと思うので、ぜひそうしましょう。で、早速そのような動きが一つあって、今ビデオ撮られてる鈴木さんが、そのいろいろ、あと皆川さんもツイッターでつぶやいてるんですけど、これ僕はツイッター使ってなかったから分かんなかったんですけど、このアドレスに行くとですね、いろいろ質問が出たこととか、鈴木さんが昨日はコンカテネートどうやったらいいですかっていうのがあったらしいんですけれど、それに対するこういうのがありますとか、すごくありがたい情報が出ているので、ぜひこういうふうにみんなで一緒に勉強してきたらと思います。もう帰って見ています。それでですね、昨日皆さんと話してて、いくつか質問が出たので、慌てていろいろスライド作ったんですけど、まず分子系統解析手順って大体決まってて、系統樹を推定するという場合ですけれど、データ収集しますね。で、その後アライメント、そして系統樹探索で系統樹探して、で、今日の話はこれです。その後いろんなことできますね。系統樹がまずできたら、これは遺伝子系統樹でも種の系統樹でも一緒なんですけど、系統樹を推定したらそれに基づいて、この場合だったら、種の系統樹ですね、分岐年代推定する。今日はこの話がメインなんですけれど、最近私たちの研究グループで作ったオーソスコープっていうのを使うとですと、これは遺伝子系統樹を推定するんですけれど、データ収集、アライメント、系統樹探索を一気にやっていく。で、もう一つ重要なのが、なんでそれを作ったかっていうと、核のゲノムですね、比較するときに、オーソログですよ。種で分かれた遺伝子なのか、遺伝子直で分かれたのかっていうのを明確に判定しなきゃいけないです。で、それをするために、これを自動的に作ったんですね、このウェブツール。その紹介をまず最初にやった後で、あと皆さんと少しずつですね、MCMC をツリーを使った実際の演習をやっていきたいと思います。オーソスコープはやっとですね、去年、今年論文として出て使えるようになって、これウェブツールなんです。で、これ簡単に説明すると、今ゲノムデータものすごい勢いでいろいろ出てるんですけれど、 NCBI とかアンサンブルとかで、それからプライベートなサーバーからいろいろゲノムデータ出している人もいるんですけれど、結構全然この NCBI とアンサンブルの間ですら全然意見交換してないんですね。だから、ある系統では出てるけど、こっちは出てないとか、あと数も全然違うんです。だからバラバラなんですね、データが。で、これをまず取りまとめたいっていうのが一つと、それからあとさっきのオーソログ問題なんですね。絶対この遺伝子系統樹と推定しないと正確にオーソログというのは判定できないんです。これ一つの例だと思ってください。ハエ、ホヤ、人で遺伝子系統樹を書いたときに、これよくあるんですけれど、違うクレードが隣に出てくるんですね。で、そうなった場合に、まずブラストの類似性検索だと、1対1でやるから、こうなってしまった場合、なかなか判定は難しいんです。このホヤ X の遺伝子の機能を知りたいとなった場合に、果たして A1 が、人 A2 が近いのか、あるいは人 A1 が近いのか、結構判定しにくいですね。で、オーソログだとさらにこれ1個だけ考えるんですね。A1 が近いじゃないか。でもこの、実は根底には遺伝子系統樹書いてしまったら、もうグループとして判定できる。これはなぜかというと、この系統関係分かってるんですね。人、ホヤ、その外側にハエが来るっていうのは分かってるから、じゃあこれは一つのグループになるだろうって、もう遺伝子系統樹書いた時点で皆さん頭の中で描かれるわけです。それはもう人間として普通のことなんですけど、じゃあそれをグループとして推定しようじゃないかというのがオーソグループの発想なんです。で、ウェブツール作ったんですね。だから何ができるかっていうのは次に書いたんですけれど、まず遺伝子の機能は推定できる。でもその前に最初に考えたのは、実はもうちょっと根本的なことで、このクレードが分かるわけですね。これはオーソログの集まりだろうと。ということは、この中に含まれるので、ホヤだったら遺伝子が例えば2つあったら、ホヤ遺伝子が2つあるっていうのは分かるわけです。あるいはハエと人であるのに、ここでなかったらホヤではなくなってるっていうのが分かる。そういう基本的なことが分かるんですけど、今までずっと皆さん論文で出てたのブラストでやってるんですけど、それではやっぱ分からないんですよ。それを遺伝子系統樹でやろう、つまりこの
ワークショップでは分子系統解析になってるけど、それをゲノム比較に適用しようっていうのがアイデアというか、それしか実は方法はない。で、オーソスコープが何をやってるかっていうと、ブラストですね。バーッとブラスト検索してくるんです。で、データベースはもうできてて、300、400種ぐらいの、遺伝子モデルですね。遺伝子の配列だけ、ノンコーディオンが入ってないんですけど、遺伝子の配列だけ全部入っているので、そこからブラストでデータを集めてきて、遺伝子系統樹を推定する。で、ここが一番最大のポイントなんですけれど、種の系統関係というのは結構分かってるんですね。例えば、これは左右相称動物とか、それから我々が入っているリュートロストームとか脊椎動物とか、分からない部分もあるけれど、大体は分かってるから、大体で分かってて、絶対確かっていう濃度があるんです。それを遺伝子系統樹の中で決めるわけ、どの濃度がこの絶対確かめられ、広く認められる分布かっていうのを探してやって、そうしたらもうこれは、ほぼ間違いなく、同じオーソログの集まりだろう。だからこれをまず単位として進化の研究を始めましょうという提案というか、そうならざるを得ない、絶対に。で、どういうデータベースがあるかっていうと、これはもうちょっと増えてますけれど、ざっとですね、左右相称動物っていうのは、ここにハエとか入ってるわけですね。ハエとかシーエレガンスが入ってて、その対となるのが私たち高校動物で、ここからホヤとかウニが入ってて、ここに脊椎動物が入ってるわけですね。でもうちょっと細かく見ると、ここで左右相称動物が一応解析しやすいというので、そこの解析を中心になってるんですけれど、実際には外群っていうのが必要なんですよ。系統樹書くときに必ず外群がないと、どれが一番古いか分からなくて、厳密にはオーソログ判定も外群がないとできないんです。だから外群が大事なんですね。この、クラゲとか、それから一番古いのだとこれバッティングイースとかも入ってるんですけれど、この辺のどうにか美しい配列を見つけて外群として使おうとしてる。で、あとは、この辺すごく大きなグループなんですね。脱皮動物とか、これ昆虫が入ってたりするんです。で、こっちは、タコとか決まってますね。ゲノムが。で、最初にやったのはホヤの研究グループにいたので、この、脊椎動物から、それからホヤとかナメクジオの関係が分かるような、スタイルになっていると。これもうちょっと細かく見ると、脊椎動物の中ですね。ざーっと、ここ霊長類は結構入ってたりするわけです。じゃあ実際に解析をやってみると、これがタイトルページなんですけれど、これリュートロストームの関係なんですけど、実はこのプロトストームとかいうのもあって、プロトストームだと一番下にこのハエとかですね、ドロソフィラ結構出てるんですよ。ドロソフィラが出と、それからシルクワームとか、他にはシーエレガンスとかの遺伝子系統樹を自動的に推定してくれる。でも今日はリュートロストームで一番簡単な解析を、基本となる解析をしてみると、まずですね、ここに例題となるクエリ配列があるんですけど、これ3つでもできるけど、今日は1つでやりましょうね。1つだけ、拾ってきて保存するんですけれど、それはもうすでに保存されてて、これかな。選んで、で、こっちのオプションにするけど、これだけです。それで今、ブラスト盛んに、これ沖縄に置いてあるから沖縄で計算してるんですけれど、配列を集めてきて、それからゲノムあたり何個ですね。これだったらゲノムあたり3つ、5個とか10個とか集めるんですけど、まず簡単な3つだけ集めてきて、遺伝子系統樹を書いてくれると。で、それからこうザーッとリストになってて、自分が好きなですね、これだったらパシフィックオイスターを選んだりとか、他にもありますね。この辺が巻貝を選んだりとかもできるし、これは外群ですね。で、内群になるのは色が分けられてて、これが脊椎動物。で、ここが、これ脊椎動物はユーロコルデートだから、ホヤですね。で、脊椎動物下の方にあって、これ、ナメクジオとか、ウニとかが選ばれてると。で、自動的に系統樹を変えてくれて、これ15秒で終わったけど、ちょっと早すぎるな。普段はもうちょっと時間かかるんですけどね。で、まず NJ トゥリーを変えてくれるんです。で、NJ トゥリーを変えて、種の系統樹と比較したのが、こちらですね。で、自動的に、これがオーソログの集まりですと。見てくれるわけですね。黒が、プロトストーム、ドロソフィラが入ってて、これは、カキですね。だからカキと、それからリュートロストームで作られるグレードが集まったから、これはほぼ間違いなくオーソログの集まりだろうと判定するわけです。で、これを推定できれば、その後の系統解析、さまざまな進化解析が、に使えますというツール。で、ダウンロードもできて、
今ダウンロードしたのはこれで、アライメントもこう自動的に作ってくれますね。で、もちろん配列とかも、ここから、配列が得られるので、この配列を使って進化解析をしたりとか、それから系統樹も、PDF で出てくるので、これを加工して論文に使うこともできます。で、いよいよですね、ここでオーソスコープの話は終わりなんですけれど、アミノ酸で集めてる。あ、入らないです。遺伝子モデルだけなんですよね。だから本当は、もっとは、はい。ノーテーションがついてないようそうなんですよ。あ、はい。だから最初ですね、もっと厳密にやるには、もちろん多分、ゲノムデータとかでやんなきゃいけないですよね。はい、どうぞ。そうなんですよ。だから多分僕は分子系統解析とかで一番大事なのはタクソンサンプリングだと思ってて、どん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 密になっていけば明らかになってくること多いでしょうね。そんなことはないです。例えばこれいろんなオプションがあって、脊椎動物に特化してるやつもあるので、脊椎動物だけで集めてくるっていうこともできるし、でも今の場合でもデュードロストームで集めましたよね。例えばデュートロストームで集めたら、その中で系統解析をもう一回して、遺伝子系統樹を推定する。そうしたら、その中でどこで遺伝子超過が起きたかが分かるわけですね。でも古くなれば古くなるほど、もちろんどこで例えば遺伝子超過が起きたとか推定するのは難しくなってきますね。よろしいでしょうか。終わらないから質問をしない方がいいかなとかいうよりも、どんどん質問した方がいいと思います。終わらなくても僕はいいと思っているので。基本的なところを聞き逃したと。オープンスコープというのは、このトミヤとか、まあ、テントトミヤとか選んで、動物を選んで、エクサキュートをすると、今のが出てくる。そうですね。ブラストでまずそうですね、集めてきたのを全部でやってるわけです。そうなんですね。例えば自分が何か RNA セキでもいいけど、何かを書いて、何かの教育とかでやったとして、それをこの下のアップロードのところからアップロードして、で、もう一回来たっていうと、それも含めてやってくれる。そこがちょっと辛いところで、クエリー配列はせいぜい5個ぐらいしか使えないんですよね。だから候補を5個選んで、それを系統樹に入れることはできます。だブラスで自分で選ばなきゃいけないんですよ。それも論文に一つの例題として書いたんですけれど、そうですね、そういう、だからトランスクリプトも読んだの全部突っ込めたりできたら美しいんですけど、それはまた次のステップかなと思ってて。どうぞ。植物。そういう地位についたらぜひやりたいですね。でも噂によると動物と植物は世界が違うよと言われているので、なんか植物って何倍体って多いですよね。だから遺伝子系統樹書くと多分すごいことになるんじゃないかなと思ったんですけど、楽しみですね。でもそういう論文結構出てるんですよ。フロリダのソルティスさんたちがやってるグループが遺伝子系統樹を書いてオーソロが判定するっていうのを2011年ぐらいにネイチャージェネティックなんかに出してるので、それを我々は真似たところがあるんです。よろしいでしょうか。でもこれはやっぱり種の系統関係は分かってないと結構難しいんです。微生物とかだと両方分からないから両方いっぺんにやるっていうことになってくると、多分オーソファインダーとかでまずやることになる。オーソファインダーいいですよ、多分皆さん困ってたら。我々のグループでオーソファインダー使ってる人は多いですね。ゲノムでまずオーソログを推定したいんだけど、どうしたらいいですかっていう。その人たちも遺伝子系統樹を書かなきゃいけないって認めてるんだけど、実際にそれは解析上不可能だから、仕方なくその遺伝子チョークでの数とかでどれが一番古い分岐かというのを判定したりしてますね。
良いでしょうかね。ちょっと先にゆっくりだけど進みましょうか。で、じゃあ今日はですよ、ここなんですよ。じゃあこれできました。で、種の系統関係が分かりました。じゃあ何か解析しましょうというところで始めるのが、まず分岐年代推定が一つなんですけれど。あ、これで、そうですね、昨日田村さんがいろいろとてもありがたい教えをいろいろおっしゃってたんですけれど、今日やるのはベイズ法なんですけど、すごく難しいんですよ。で、僕は田村さんの意見に最近すごく賛成で、そんなに難しいことやっても結構分岐年代については特に曖昧なんですよ、得られる結果が。それよりもいろいろ何回も簡単な方法で試していろいろ振ってみた方がいいっていうのも賛成なんで、その一つが例えばですよ、タイムツリーっていうのがあって、タイムツリー、これか、このサイトはすごいいいですね。これは田村さんの研究グループの方たちが作ってるやつなんですけれど、今までの研究で発表された年代を全部まとめてあって、しかも文献も出てくる。で、これでとりあえず自分が推定しないで過去のやつを使っちゃうというのも一つの手だと思うんです。で、まず例えば人とウナギにしましょうか。で、これ何でもいいんですけど、ヒューマンでも出てきます。今俗名でやったけれど、そうするとこれが今まで出てきたやつのミーンとかメディアンとか出してくるんですね。で、これが年代順に並べ直したりして、ざーっと推定された年代が出てくるんです。で、これ今見てみるとすごいさまざまなんですね。これは250とか出てるのもあるけど、418とかいうのも出るから、うん、年代推定って本当にこういう世界でバラバラなんですよ。で、なんでこんな差が出るかっていうと、一番の理由は化石なんですよね。どの化石を使うかで全然推定が変わってきちゃって、化石の場合は私は素人だからあんまりわからないけれど、絶対出てないだろうと思う人と、いや出てなかったらもうそこに分岐はな、そこに生物はいなかったっていう判定をする人とか様々だから、それでもう曖昧な世界になっちゃってるんですよ。それもあるからあんまり難しいことをするのはどうかなというところがあって、まあ、それでも一応今日は MCMC ツリーの話をしようじゃ、一応勉強しようということで。ただそのやっぱベイズ法というのを勉強するにはいいかもしれない。で、こちらに移ります。このサイト皆さん見つけられますかね。MCMC ツリーとか打ってですよ、 MCMC ツリー例題とかで出るはずです。これです。今日これに沿ってやっていくんですけど、全然終わらなかったら途中でやめちゃいますし、ちょっと薄いですね。あと簡単すぎたらどんどん先進んでいただいても構わないですし、それから他のことやってても構わないです。それで質問とかあったら聞いてくださったら私としても勉強になるの で、まず MCMC ツリー何やってるかっていうと、さっき図作ったんですけど、こう系統樹推定しますね。で、この系統樹が分かったら、樹系統樹というかトポロジーですね、樹形が分かったらこれに年代をつけようというのがこの MCMC ツリーがやってることなんです。まあ、年代推定がやること。で、まあこれベイズ法っていうのを使ってるんですけれど、それがどういうことであるかっていうのは実は簡単なことで説明できる。で、このベイズ法の式ってこういう式なんです。この式をどうやって導出してるかっていうのをここで説明するとですね、ベイズ法っていうのはその条件付き確率を使うというところが前提じゃん。我々がもうこの範囲でしか考えませんとか最初に与えちゃうわけですね。それがベイズ法の考え方で、このまずこの面積図を考えて、この PX っていうのは X ですね。この面積で考えると U 分の X になるわけですね。事象 X を送る確率。で、さらに PY ギブン X って思うんですけど、事象 X が起きたもとで Y が確率。起きる確率、この A のところですね、 X の中だけで考えて A が起きる確率というのは X 分の A ですよね。そしたらもうあとはこれを A を X 側か Y 側から考えてそれをイコールにするだけなんです。で、 X から考えると X も Y も送り確率、 P、
x かつ y ですね。これは u 分の a です。全体から考えたので。で、x が送り確率、こっちから考えると px かける py 義分 x ですね。だから u 分の x かける x 分の a ですね。これ u 分の a になりますね。ここからこれとこれがなくなるので。そしたらこれをですよ。この式が出たわけだから、これを今度 y 側からも考えて、これ数字入れ替えただけです。数字じゃない。文字入れ替えただけなんですけれど、これとこれがイコールになるようにしたのがこの式。で、この式を変形して、px 義分 y から y がこっちに来るわけですね。この式を使うと。この式を使ってるだけなんです。これをすごいコンピューターが発達したので、それを能力を使ってやってるのが、最近行われているベイズ解析。で、今この式が考えたんですけど、ここにですね、実際のデータとかを入れると、y をデータ、x ハイポテシスにすると、これ化石の事後確率と言われるもので、後でこれ説明しますけれど、で、こっちは y データで、上が p ハイポテシス、仮説の事前確率。これも後で説明します。それからこっちはよく出てきている u 度ですね。ハイポテシス、義分、データ義分ハイポテシスだから u 度です。だから、系統樹があって、それがデータが勝率確率だから誘導です。で、これも後で説明するんですけど、ここですね、これ計算するのは大変だから、これを端折りましたというのが、最近のベイズ法がやっと出てきた、使えるようになったという裏なんですけれど、だから、分子だけを考える。分子部分だけを考えるのが、年代推定、それから系統樹探索でも行われているベイズ探索。で、今この式が出たわけですね。そしたら今度はその関数をここに当てはめていくわけです。関数というのはそれぞれの確率の分布を表した確率密度関数になるんですけれど、パラメータのこの事後確率になって、x は配列データですね。それから t 分岐年代の集合、r 速度の集合、θ をそれぞれのパラメータ。で、こういう式になるわけです。で、こっちはパラメータの事前分布で、こっちは系統樹を推定したときに得られる誘導。これをどんどんいじっていくというだけなんです。それを今皆さんと一緒に見ていくんですけれど、で、やっとですね、ここで、じゃあ事前分布と事後分布っていうのは何かっていうのを今行う MCMC3 解析で考えてですね、事前分布っていうのはパラメータがどのような値を取るかという見込みの大きさを確率分布として表したものと言われるんですけれど、MCMC3 解析の場合はですね、とりあえず化石がこう2つデータからですね、この分岐っていうのはこの間だろうなっていうのが分かったりするわけです。そしたらもうその中がフラットだと考えるのも、それも見込みの大きさなわけですね。見込みの分布の形。だけれど、もうちょっと進めてですね、トポロジーも実際には最初から分かって使うので、トポロジーが分かって、さらにこの幅が分かってるっていうのを入れて解析することもできて、それで得られた分布がこれになるんですけれど、ここまでを MCMC3 の解析では、ビーストでもそうですけれど、プライヤーと呼んでる。で、これに配列データを入れて解析すると、途端にちょっとそれらしくなってきて、山形になったりするわけですね。で、これが事後確率、事後分布です。で、MCMC3 の特徴としては、やはりコマンドラインですね、のがやりやすいというかですね。それから樹形は固定してる。それから化石データ。これ後で、紹介しますけど、自分で探さなきゃいけないんですね。ちょっとこれ見づらいから。そんなところです。じゃあちょっと実際にやってみましょう。まず例題ダウンロードって書いてあるんですけれど、これはもうすでに、係の方がやってくださってるのでありがたいので、それを使いましょう。これ見つけられますか ?MCMC3EASY。MCMC3EASY-EXAM というやつですね。これ入るともう一回同じのができてて、こんな状態にしといてください。Examples とそれから Programs っていうのがあります。この二つを使うんで、それで、この辺はやらなくて大丈夫ですね。あとこれです。フォルダー属性の変更。
この読み取り専用っていうのがなんかかかっちゃってて、それを外さなきゃいけないんですけれど、どうやるかっていうと、このエグザンプルディレクトリを使うんです。これ右クリックして、プロパティです。で、読み取り専用、これ外して適用です。これやってももう一回出てくるんですけど、これを一回やっておけば解析しても上書きできるってこと、設定です。上書きができないんですね。今の状態だと。で、変更後のフォルダー、サブフォルダー及びファイルに適用する。OK。で、OK。じゃあちょっとこれ開いてみましょうか。Examples で、例えば何でもいいんですけれど、BaseML、ファイルの方、これ2つ、ちょっと拡張子出てないですけれど、ファイルの方、BaseML.ctl って出てればいいんですけど、出てないですね。これ桜、桜ディレエディターか。開いてますね。桜エディター多分ディレクトリにあるので、ディレクトリーなデスクトップにあるので、これにドラッグアンドロップでいいです。間違えないでくださいね。これアプリケーションもあるけれど、アプリケーション今皆さんには入ってないか。CTL ファイルってこう書いてある。ファイルの方です。これをドラッグアンドロップして桜エディターに入れると、このように出てくる。でコマンドライン解析って、すごくエディターが大事なんですね。これ、Windows なのでそんなに私は知らな詳しくないんですけれど、桜エディターが一応これ多分田辺さんのおすすめなんですけど、ね、開けますか。こうやって開いてですね、いろいろ操作するんですけれど、なんでかっていうと開業コードっていう問題があって、開業コードが Windows 用になってないと解析がちゃんと走らないんですね。だから一回これで開いて保存してやることで Windows 用になります。大丈夫ですか。これ開けました。桜エディターでどんなファイルでもまあいいんですけれど、とりあえずこれにしましょう。一番最初に使う、はい、ベース ML、 多分あこれドットがついどれ開けました。あこれねドットがついちゃってるんで、すいません、それ Mac から作ったからなんかドットがついたやつになっちゃって、こっちですね、ベース A。あ、いいんです、いいんです。どんどん来てください。ちょっと皆さんにも、あ、来ましたね。どうやって消すのか知らないんですけど、マッキントッシュから作るとですね、この前にドットがついたファイルができちゃうんですよ。これは無視してください。多分、これなくしても動くんだと思うんですけど、気持ち悪いから放ってあるんですけれど、これじゃないです。最初にドットアンダーバーがついているファイルじゃなくて、これですね、ベース ML、の CTL ファイルってやつです。これを桜エディターに入れるんです。そうするとこうなる。だから一回一回こうやって確認しながらやっていきます。コマンドラインの解析というのはですね。よろしいでしょうか。そしたらですね、もうこれは消してしまって、もうちょっと下に行くと、これソフトウェアのダウンロードなんですけれど、いつもだったらですね、これ PAML というところの、私が留学してたところの教授が作ってるやつなんですけれど、それをやるんですが、ちょっとね、動かない、まだ最新すぎて動かない機能があるので、それでですよ、ちょっと戻っていただいてですよ、このプログラムズに、入れますかね。このベース ML、MCMC3EasyExam のプログラムズで PML4.8A っていうのが入ってると思うので、これをダブルクリックしてください。そうすると回答されると思います。これもう一回やると、もう一回やっていいですかって感じで、すべてはい。そうするとこんな絵が出てきて、出ましたね。ここまでできました。PML4.8 を回答すると VIN、BIN ってあるんです。この中にプログラムがある。
回答できました。 PML4.8A できましたね。結構こういうことでよくやって、最新のだと動かないから前のバージョンでやってみようっていうのは、まあ、2番目ぐらいに疑った方がいいです。解析が動かないときは。そしたらですよ、BIN を開いてですね、それで、あとこっちに、こっち BIN で、こっちはエグザンプルです。エグザンプルズを開いてください。こうした状態で、ベース ML と MCMC というか2つですね。この2つを、こう右クリックでコピーできるのかな？コピーして、で、こっちにペースト。貼り付けだ。これ置き換えます。こう入ってますか？ベース ML と MCMC ツリーを examples ディレクトリーに入れてください。今、プログラムを入れたわけですね。拡張子じゃなくて、これか。プログラムをエグザンプルズディレクトリに入れたと。その後は、コマンドプロンプトですね。これです。このコマンドプロンプトで全部操作するんで、これを開けましょう。さあ、どこにあるかというと、この左下のマークを押して、この辺にあるはずです。コマンドプロンプト。ありますか？これを押すと、コマンドプロンプトが出ます。これで操作します。出たでしょうか？この左下を押して、この辺です。コマンドプロンプトって書いてある。あ、二つ出ちゃう。もう一回やると二つ出る。そうしたら、今度は、移動するんですね。これです。CD、チェンジディレクトリーというので、この examples ディレクトリーに入りたいんです。そうするには CD と打ってアドレスをこっからですよ。これ押すと青で全部選択されるので右クリックです。右クリックでコピーします。コピーしてそしてここに貼り付ける。あれ？もう一回。コピー。あ、貼り付いた貼り付いた。それでリターン。それ例えば DIR とか打つと、そこに入っているファイルが全部表示されるので、ああ、入ることができたと。PWD も、PWD 出たかな？あ、出ま、あ、PWD はないんだ。DIR で、そこに入っているファイルがザーッと一覧されるので、ちゃんと写れたって確認できるわけですね。慣れてくるとすごい楽しいというか、楽しくないかな。メガかなりやりましたよね。でもメガのああいうのよりこっちのが慣れてくるとなんかエラーが少ないんですよ。なんかすごくこっちのが親しみが持てるようになってくるので、まあ本当は Linux の方なんですけどね、コマンドプロンプト使うことはあんまりないとは思うんですけれど、あるのかな。じゃあちょっと先に行きましょう。で、じゃあちょっと解析走らしちゃいましょうっていうのは書いてありますね。じゃあここでいきなりやってみましょう。ベース ML で打つんですけど、あ、まあいいか。ベース ML って打ってリターンで。あ、走った。あ、よかった。走りました。走りました。ここまで。ここまで来たらもうほとんど今日やること終わりみたいな。あとは似たようなことをやるだけなんですけど。こういうコンピューターの解析ですごい大事なのは例題を解くっていうところなんですよ。例題さえ解けたらもう皆さんがやりたい解析っていうのができるので、まず例題を解いてみるのがいいです。できました。こういうの出ました。走ったっていうことで、もう走ったらほとんどもうこの解析は熟知したなって毎回思います。そしたらこの辺ですね。じゃあ何やったのかな、ちょっと見たいということで、ベース ML って打つと実はですね、こう自動的にベース ML.ctl ってファイルが読まれてる。ちょっと今拡張子出してないんですけど、これ2つ出てる人は出てるみたいですね。この ctl ファイルの方ですね。
これが自動的に読まれているわけですね。で、ここに、これどうやって大きくするのかな、知らないけど、あのシーケンスファイル、こういうの読みましたとか出てきるわけ。これをいちいちこのちょっとでも間違えるとすぐ読まれなかったりするんですけどね。これがアウトファイル MLB っていう名前で、トゥリーファイルってこうドット TRE っていう、まあ、誰が決めたわけじゃないけれど、拡張子を TRE にしたりとかするわけです。今日は他はいじりません。まあ、これ実際このファイルはいじらない。で、解析して今やったで何が出たかっていうのを見るんですけれど、アウトファイル、これ MLB になってますね。MLB。じゃあ MLB 出てるかなって見てみるとですよ。よく使うのはこれです。更新日時を押しましょう。そうすると一番上の方に出てくるはずですから。MLB 出てますね。これだ。これを開けると、サクラエディターで開けようかな。出た。これが解析結果なんですね。これが BaseML というソフトウェアを使って出た結果。で、なんでこのバージョンを使ったかというと、一番下の方にですね、Substitution Rate is per Time Unit。これが知りたかったんです。最新版だとこれが出ない。一番下の方にあります。一番下の98行目ですね。これはなんでね、あのこの G 変やんって非常に賢い人が作ってるんですけど、よくこういう最新版でもういらないだろうとかって消しちゃったりするんですけど、まだいるんですね。まあこれを見たということで後で使うんですね。この 0.08 っていう値を使います。じゃあちょっと先に進みましょう。次何やるかというと、ああこの辺ちょっと勉強してみましょうか。それから、まだいいかな。フィグツリーやってみましょうか。で、今ですね、違うわ。ベース ML を使って、系統樹、これ、あ、これだ。バーテブレート 6pe.tre っていう、これ系統樹使ってるんですね。これ、ニューイクフォーマットで書かれてるんですけれど、あ、それが、これだ。これを開けると、これニューイックフォーマットで、これ後でちゃんと説明しますね。これ、この系統樹を使ってるんですね。全部テキスト形式で書かれてる。解析っていうのは基本的に。じゃあこれも見たということで、後でちゃんと説明しますね。あ、見たんですね。じゃあそうか。これちょっとやってみるか。じゃあこのね、系統樹、今のニューイックフォーマットっていうのを実際にカッコで書いてあるんですが、もうちょっとわかりやすく描画するっていうんですけど、このフィグツリーですね。フィグツリーっていうアイコンがデスクトップに用意されていると思うんですが、そこにドラッグアンドロップします。バーテブレット 6PE の方です。まあ、上でもいいんだけど、この下の方に行きましょう。そうすると、なんか聞いてくるんですけど、OK でいいです。系統樹出ましたね。このフィグツリーすごく便利なので、もし困ったらぜひ使ってみてください。ここまでできました。まあいいか、ここまで。簡単ですね。系統樹使う人はもうずっとこんなことばっかりやってます。ニューイックで書いて、系統樹どうなったかなって確認したりとか。だからいいこの描画ソフトがあると、便利ですね、非常に。大丈夫そうですね。そしたら、これは終わったので、そうか。で、系統樹で、あとですね、解析にどういうのを使うかっていうのは、今度はこの下の方を開け、まあ、ちょっと見てていただきたいんですけれど、この、6P と6の方があって、バーテブレート6の方ですね、を開けるとこうなって、これは実はですね、ノードラベルを見てみると、いろいろ書き込んであるんですよ。これが化石の制約になるんです。で、ニューイックフォーマットを見ると、いろいろノードに書き込んであるんですね、こういう。
パラメータが。これがプライヤーと呼ばれるやつで、これを実際このノードが何年前かっていうのを見てるわけです。で、じゃあこうやって どうやって選ぶかっていうとですね、なかなか難しい。これ文献から調べることになるんですけれど、自分で考えなきゃならないですね。ある分岐によっては有名な分岐はこの化石を使いなさいっていうのはあるんですけれど、結構ないことも多い。で、化石をじゃあどうやって系統順に当てはめるかっていうのが、このベントン&ドノフィーという論文で議論されてて、私なりにそれを解釈して図にしたのがこれで、ここでは3つクレード ABC があると思ってください。それで、こっちはノード ABC があるわけですね。で、ここより、例えば、ノード A が何より古いかっていうのは考えるのは割と難しくなくて、2つに分かれてて、どっちかからですよ、古い化石が知られてたら、少なくともこの化石が出た地層によりも分岐 A っていうのは古いだろうって考えるわけです。そういうふうにして全ての BC とか、例えばいい化石があれば化石に制約を、下限制約って言うんですけど、施すことができる。だけど上限制約、これは難しいんですよ。で、上限制約がないとどんどん推定年代古くなっちゃうので、どうしても何とか使う必要があって、どうやって選ぶかっていうと、一つ目が例えばノード A を考えたときに、地層1から全然、ノード A、このクレードに含まれる化石が出てない。そしたら、じゃあここにはもうこの生き物いなかったから、少なくともこの地層より、1より後に分岐したんだろうって考える考え方。僕はこの考え方あんま好きじゃないです。だから証拠がないっていうことは、そこに生物はいなかったっていう考え方ですね。もう一つは、分岐 B のが少なく、一番古い分岐はどれぐらいだろうって考えた場合に、姉妹群ですね。姉妹群の最後の化石。で、この姉妹群の最後の化石が出てるってことは、ノード A の分岐がもう生じてる、少なくとも生じてるだろうと考えて、じゃあ B は少なくとも地層によりは新しいだろうって考える考え方。で、三つ目は、化石学者がよく使うと思うんですけど、この C の、これステムノードっていうんですけれど、この部分から得られる最後の化石を C の上限、少なくともこの年代よりは後で C が出ただろうって考える考え、これは相当化石が充実しないとダメなんですけれど、非常に難しいんです。だから化石学者が最近分岐年代推定に興味を持って、この先化石はこのノードの上限制約に使えるだろうって言ってくれてる時もあります。そうじゃない時は本当に試行錯誤するしかない。で、もう一つのやり方としては、さっきタイムツリーのウェブサイトありましたね。それで誰かが推定した年代を使って、どっかにこうポイントでもいいから制約してしまうと。で、それで推定するというやり方。まあ、でも皆さんもうすぐ分かると思うんですけど、推定の推定になっちゃうんですよね。だから年代推定、これだけで僕も論文を書いたことはあるけれども、最近としてはそれだけで論文出すのは非常に難しくて、年代をまず推定してタイムツリーを作って、でそれに基づいて何か話をしようというふうな使われ方が多いんですね。だから系統樹のトポロジーですね。トポロジーが分かったっていう答えよりもはるかに信頼性の低いものと思った方がいいです。年代、推定年代というのは。まあ、これは何を言いたかったかというと、化石をどうやって使うかっていうのを考えるわけです。割と本に なってなかったりして。で、そうか。あとは分岐によってはですね、ウェブサイトにまとめられていることもある。これあんまりまとまってる感じはしないんですけれども、一応有名なサイト、それからこの論文はいいですね。脊椎動物をやる場合は、じゃあやっと解析まともなのをやっていくんですけど、さっきベース ML 走らせましたね。これもう見ました。で、 MLB も見たんですね。で、インファイルの構造もこれも見て、ここに配列のファイルとそれから系統樹のファイルがあったと。あと進化モデル、これでは7を選んでて、7は GTR になってるはずです。で、シーケンスファイル、これ皆さんご存知ないかもしれないですけど、これかなり使われる形式で、ファイリップ形式と言われるものですね。ここにアライメントがもうできたのがあって、6OTU で、これが長さですね。1146。これファイリップ形式と言われるもので、この拡張子は別に適当に何でもいいんですけれど、
一応 .py にすることもあります。txt でもいいです。あ、あと、やっとニューイックフォーマットの説明ですね。系統樹をですね、テキストファイルとして書くときに、この括弧を使って表現するんですけれど、この数字は今は使わないです。で、例えばこの括弧、カープとフーが一番近くなりますよっていうことで2つに組んで、フロッグ、ヒューマンが近い。で、さらにそこの外側に括弧があるので、これを組んで、で、一番最後、外群ですね。今回の例だと、シャーク、スティングレイが組んで外群になるというのが書いてあって、最後にこれです。アットマーク 4.5。これはニューイックフォーマットなんですけれど、MCMC ツリーでしか使われてないやり方だと思って、これは、おおよその年代ですね。4.5。これ文献から使うんですけれど、これ450ミリオンイヤーザー号なんですけど、4.5 とかいう数字のが MCMC ツリーは得意なので、この年代を使うと。で、これを、で、最初解析することで、進化速度を最初にラフに推定する。で、MCMC 解析に使う、進化速度をですね、推定するわけです。で、今もうやりましたね。ベース ML を走らせたので、それでこれですね。さっき得たかった年代っていうのはこれなんです。これが最新版だと出てこないので、4.8A であったってことですね。そうか。それで、で、後で説明するんですけど、実際 mcmctree.control ファイルのこの部分にですね、進化速度がどれぐらいですよっていう最初の見込みの分布を、ガンマ分布を与える。これも後でどうやって、パラメータにするか説明します。やっとですね、最初の解析になるんですけれど、で、MCMC 解析をする前に、誘導を計算するのに時間がかかるんですよ。で、誘導の計算をはしょるのに、最初にちょっと解析を走らせるんですね。で、その、共分散行列というのを推定して、その行列を使って、真面目に誘導を推定しないで、一回一回の、イテレーションで、即座に誘導を出そうという考えが、岸野さんが考えた方法なんですね。みんなこれを使ってるんです、今。年代推定の場合は。よし。やっとですね、じゃあ、進化速度を推定して MCMC ツリーの解析に入るんですけれど、MCMC ツリーっていうのも、やはり mcmctree.ctr というコントロールファイルで操作されてて、それで、ここでは配列データと、それから、制約付き系統樹が入るわけですね。それで、最初の解析、この分散、共分散行列の推定する。2段階の解析になっています。まず1段階目の解析で、この行列を推定する。それではですね、これ、mcmctree.control ファイルを見てみると、皆さん開けられるでしょうか。これですね、桜エディターで開けるとこうなってるわけです。で、これをきれいに書くと、はい、mcmctree.control ファイルってここでも同じフォーマットでシーケンスファイルがこれで、がトゥリーファイルがさっき見たあれ制約付きの系統ですね。アウトプットでまずこれ3にしてください。use data 3で行列を推定するというモードです。それから進化速度、ここでは GTR を使っている。この設定をしたら、あとは MCMC ツリーが自動的に読み込んでくれるので、解析をしてみると、でいいのかな？ツリーファイルの説明しましたね。まあこれもわかるかな。これ、ちょっとあれだな。これをもうちょっと細かく話しなきゃいけなくて、この解析に使うvertebrate6.tre には何が書いてあるかというと、この制約ですね。化石制約で、これ自分で考えなきゃいけないんですよ。で、B っていうのが上限と下限が分かる場合ですね。4.22 と 4.63 の間ですよと。
この根幹の制約が一番大事です。なぜかというと、ここに制約をつけて、で、こっちを推定したら、やっぱりブレが大きくなりますよね。だから、ここでカチッと、収まるようにタクソンサンプリングを選ばなきゃならない。で、何かちゃんと、ここは上限が分かるノードの方がいいです。を選んでやる。それから、この L っていうのはロアです。上限が分からない場合ですね。カープとフグの場合は、この上がどれぐらいにしていいか分かんないから、片方しかやらないというやり方もあります。これは公式分布というのを当てはめてるんですけど、その辺は今日は詳しくは説明した。まあ、かなりこれカチコチに制約を与えてるんです。だこういうところはもうこの幅しか入らないわけです。だから実際に推定してるのはこういう部分になるわけですよね。これはだから解析する前から大体分かってるってことになる。で、じゃあ MCMC ツリーやってみましょうか。リターン、これを MCMC トゥリーでこれで走るはずです。こんな感じな、あ、これ違うな、ユーズデータ2にしてないからだ。 MCMC トゥリーのあれ、 MCMC トゥリーのこれだ、ユーズデータ3ですね。データ3でセーブ、上書き保存で閉じて、でもう一回解析やるとき上ですよ、上、矢印の上でリターン。そうするとこんな感じで解析してくれる。あ、いいのかな、これ出ました。こんな感じで出ました。で、何が見たかったかっていうと、実際に使うのは、out.bv ですね。これ開くと、これです。分散共分散行列が出てるわけですね。ここまで良いでしょうか。もうほぼ半分ぐらい終わったことになるんですけれど。out.bv まで行きました。こういう風な画面になって。で、解析結果、これだ。じゃあ、これ、out.bv って実際名前 in.bv に変えるんですけれど、何が書いてあるかっていうと、これですね。これがまずヘッセ行列が使いたい。これを計算していろいろ使ってて、これただの受長です。受長をまず計算して、受長のベクトルを出してきて、そのベクトルを計算してヘッセ行列という、共分散行列で、この行列を使って誘導を一回一回真面目に計算しないで禁止してるんです。で、この論文、この非常に賢い人たちが書いたやり方法で、ああ、ああ、それね、よしよし。じゃあ、それでベース、次のステップでやっとベーズ解析になるんですけど、それが何をやってるかっていうと、事前分布見ましたね。さっき化石の年代から与えた。それがここになるわけです。で、あと、誘導は一回一回その端折って、分散、共分散行列から、概算するやり方。じゃあ、ここです。これは計算するのが大変だからどうしようっていうことで、で、ここが最大になるようなパラメータのセッターを知りたいんです。だから、パラメータを一回一回計算して、するときに変えてやるんですね。変えて変動を見るんです。その場合は変動を見てるだけだから上だけ比較すればいいわけですよね。だから上だけ比較するんです。こうやって計算で。それで、まあいろいろな条件をつけて、どれぐらい変化したらそれを採用するとか、ちょっと下がっただけでも採用するとか、いろんな方法があるんですけれど、そういう端折って一回一回の変動を見てるっていうのが MCMC のアルゴリズムのコンピューターを使った賢いやり方。じゃあ、やっと次のベイズ解析になって、これは今までと一緒で配列データ、それから制約付きの系統ですね、化石から。で、これです。今計算してやっと得たやつが、out.bv というのを in.bv という名前に変えて走らせれば年代が得られる。じゃあ、名前をです、その前に、
これだ。ああ、なかなか難しいね。まず、ここの名前、ユーズデータ2に変えるだけを我々はやります。次でね。で、ちょっと難しいのが、パラメーターがあって、まずこれです。RG インガンマっていうのをさっき推定したんですよ。進化速度。一つの遺伝子がどれぐらいの進化速度っていうのを概算したんですね。の概算を、がどういうふうに分布するかというのは、これガンマ分布を当てはめるっていうオプションしかないんじゃないかな。だからガンマ分布をどうやって計算するかというのは、この後説明して、それから枝間の進化速度、これも後でもうちょっと説明しますけど、枝間で進化速度が変わるっていうのがベーズ法の推定の仕方なんですけれど、それがどういうふうに変わるかっていう設定ですね。それからあと、これがジェネレーション、1回1回パラメーターを変えるんですけれど、どういうふうに変えるかっていう細かい設定ができる。でもあんまいじらなくていいです。それから MCMC のジェネレーションを何回やるかで、最初の方はやっぱ当たらない、だんだん誘導が上がってないので捨てるっていうのがバーンインってやつですね。最初の5万回は捨てますっていうやつ。これも最初はデフォルトでいいですけれど、解析によっては数値を変える必要があります。これですね。で、RG インガンマ。さっき 0.08 って出ましたね。それをどうやって解析してるかっていう、じゃあ、ガンマ分布に変更してるかっていうと、もうこういうガンマ分布の式があるんですね。平均が M で、それから、スタンダードデビエーションで計算すると、こう、ガンマ分布の形ですね。こうか。こうだったり、L 字だったりするんですけど、を決める、パラメーターが M と S で、A と P、アルファとベータで決まってるんですけど、それを計算する。シェイプパラメーターと、これ、形状尺度パラメーター2つあるんです。ただ単にこれ計算するだけです。だから 0.08 が分かったら、ここではもうこれ概算なので、僕は簡単なので、平均も 0.08 で、スタンダードデビエーションも 0.08 にしてしまいます。他のやり方としてはこれ 0.04 とかするんですけれど、本当にラフなので、最初に、この値を使って MCMC サンプリングするからもう 0.08 とかでいいです。そうするとアルファは簡単に1になりますね。で、ベータも 12.5 と計算できる。で、RG インガンマ1、12.5 という値を設定する。非常に細かいことやってますよね。メガとかに比べたら。で、同じようなことをですね、こっちもやらなきゃいけないんですけど、これはですね、まだあんまり研究がちゃんとされてなくて、どんな値を入れたらいいっていうのがあまり分かってないので、前衛これの MCMC トリーが最初真似したソフトウェア、ソーンさんっていう非常に優秀な研究者が作ったソフトウェアが、これ岸野さんも作ったんですと一緒に作ったんですけれど、でこのシグマ2ガンマっていうのがこう枝間でですねどれぐらい進化速度が変わるか、進化速度が分かればそのタイムも分かるわけですから、レートを推定するんですけど、レートがどれぐらい変わるかっていうので、結局ですねこの RTTM、 さっき 4.5、 ここが 4.5 になるってやったんですけど、これを利用するっていうのを提案、マニュアルではされてるから、それを未だに私は使ってます。もしかしたらでも多分出てないと思うので、どういうふうに設定したらいいか。で、さっきと同じで RTTM4.5、 M イコール 4.5 と S も 4.5 にして計算すると、アルファとベータは簡単に出てくるので、これを使ってる。これ 1.4.5 でいいのかな。1.4.5 にしてるんでしょうね。1.4.5 になってますね。よし、これでやっと揃ったので、じゃあまず解析しましょう。まずアウト .bv ありますね。これイン .bv ってあらかじめ入ってると思うので、これ捨てちゃいましょう。捨てて、アウト .bv の名前をイン .bv に変えると。あれ。で、MCMC トゥリー、あれ？コントロールファイルを開いて、これですね。3になってたのこれ2にしてください。2で。で、上書き保存。よし。で、もう一回走らせると、これ、こういうふうになればもう終わりです。推定されてます。年代推定。これ、ベイズ推定ですね。ベイズでパラメーター変えながら
バーってやってって、最後に結果がこれになると。じゃあ結果どうなったか見ましょう。あ、じゃあこれが結構大事というか、ベイズ法って何やってんだっていうのは結局これで説明されてて、今 mcmc.txt ファイルが出てるんですけれど、そこにどんな風にパラメータを変化して1回1回の解析してるかって書いてあるわけですね。これ繰り返し50回おきに取るっていう設定をしてるから50おきに出てて、こっちに実際出てくる1回1回の数字、年代です、年代が出て、でここがこれなんだ、これレートかな、ちょっと忘れちゃった。こっちはミュー、絶対の進化速度、これが、シグマ2だから、ブランチごとにどういうふうに変わってるかっていう値ですね。でここは実際1回1回の、受長付きの系統時の誘導になるんです。これをざーっと計算していって、1回1回計算して、事故確率が安定する、最大になるまで、最大になって安定するまで解析をしているっていうのが全部出てくるんです。mcmc.txt ファイルに。でも実際こういうのは論文に使ったりはしないので、じゃあもっと大事な部分を見てみましょう。実際に私たちが知りたいのは、まず系統ですよね。これ fig tree っていうのが出てくるんですよ。fig tree. これなんだろう、txt かなんか出てるの。.tre かな。これを fig tree にドラッグアンドロップすると、もう実際に最終的に知りたい結果が出てくるわけです。で、ノードラベルですね。ノードラベル。あ、違う。ノードバーです。ノードバーでディスプレイ95とかやると、このようにですね、それぞれのノードに信頼区間が出てくるわけです。で、スケールアクシス。あともいろいろいじる。やりたいようにやるだけなんですけど、スケールアクシスでリバースにすると、0、1、2、3、4、マイナスになってるけど、まあ、これぐらいかな。で、あとちょっと字を大きくしたいとか、ティップラベルか。ティップラベル、字を大きくするとか。で、これ最後、ファイルから、あ、ありますね。エクスポート PDF があるんで、これで PDF で保存したりできるんですね。はい、ここまでよろしいでしょうか。これで一応一通り解析が終わり。もうすごい。そんな円になるやつあるんですね。初めて見た、これ。ああ、そうか。こう、なんか Fig Tree 作ってる人たちって、ビースト作ってる人たちなんですよ。で、なんか論文にしないけれど、すごく便利なソフトウェアをいっぱい公開しているので、使ってみるといいと思います。でも一応今日説明するのはここまでなんですけれど、実際の値とかはそうですね、こっちに出てきてるはず、アウトユースデータ2に実際の値は出てるので、ここから拾うことになるわけですね。これ分岐の名前はこれに書いたんじゃないかな。ここに書いてあるので、これをもう一回描画して、分岐の名前を確かめたりして、で、分岐の番号、名前とか番号の、それぞれの、ここにありますね、プライアーミーンとか、クレディビリティインターバル、HPD とか、この値を使っていく、実際論、まあ、使うことになるわけです。じゃあ、あと時間までやったら終わりにしようと思うんで。